山。どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。お前、なんでここに？最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何か所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時、カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界のもんがアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。で、その構想が収拾つかなくなると札はうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？俺は
この町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上会と中国マフィアの抗争に加えて人言派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが抗争を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。時間食っちまった。Yeah!
間食っちまった。いらいな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭しこたま飲んじまって。これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞその酒は。1本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、ナグモ。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。それじゃ。しばらく寝てろ。
時間食っちまった。ありがとうございました。兄貴、アジア街じゃ。秋山ユンはここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、キリオさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ、あいつが秋山だ。ええ。へい。江戸の店はあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物伝いにあそこへ忍び込みます。分かった。それじゃあこっちです。改めて秋山です。ヒロさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前は神室町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかくエドと話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと雄太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますので、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。你货全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，
今天的工作结束了，辛苦了。哦。终于完了。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。様子を見ます。合図したらこっちに来てください。待って。キリュウさん、お前何者だ。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう、仕方ねえな。
さあ、早く行きましょう。今のうちに早く。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ？誰もいない？もしかすると罠かもしれないな。面白うなってきましたわ。Okay.
そっちは任せた。俺はわしらに任せてくれりゃええ。江戸の部屋は2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。やめろ。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウ・カズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、辰川を殺したのはこの私だよ。なぜ辰川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。辰川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。辰川を殺した理由は、組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんはヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によれば、その数は数億人。辰川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。辰川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。辰川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で辰川から直接聞くといい。この私が辰川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウ・カズマ、ここがお前の墓場だ。
その程度か。うらじゃ困りますぜ。切れないで助立ちします。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うわっ、サタはジャイアンでチュール気流の兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。キリュウの兄貴、オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で登場会と杯を進めてんだろ。なる。登場会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。ふん、俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、キリュウさん、中身は生粋の中国マフィア、最初から最妖怪の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川。達川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は達川と違って最妖怪を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。
お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある？達川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの？そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増すぞい、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている？落ち着いてくださいよ江戸さん、ボスが来てます。何？ボスが、なんでわざわざこんなところへ？私は斎王会総帥の老というものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だがそれであんたには何の得がある？まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか？はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。わしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ？同感。もしかして増添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃけ。わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの増添が中国人だったとはの。兵配置とか言うとりましたか。立川といい、増添といい、
一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです。中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。西洋会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。西洋会と陽明連合会ってのはなんかつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのになんか妙なもん釣り上げちまったってことか。桐生さん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かになるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます。ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからな。決して起こしてはならない尾道の秘密。